ピセラ TV。 ミキティです。青木です。ハピセラ TV。 いやー、ありがとうございます。急にやらされる。ありがとうございます。今日は、今三軒茶屋って皆さんご存知ですか？東京の三軒茶屋です。とっても素敵な駅なんですけど、のめちゃくちゃ近いですよね。はい、1分1分です。1分ですよね。私嘘だろうと思ったんですよ、ちょっと、はい、ぶっちゃけ。でも本当に1分でした。すごい。行ってみよう。本当下がってとか言ってください。はい、大丈夫です。いや、きっちりしてますね。 A 型ですか？A 型です。 A 型なんですね、はい、まあ大体当たるよね。4つしかないですからね。だし多いの A とかですよね、はい。足の裏って、一番はなんかその皮腹筋、第二の心臓ってよく言われるんですか？ああ、言われますね。で、皮腹筋が、まあ、平べ筋があって、皮腹があって、このかかとから派生してるんですけど、で、だいたいまあ皮腹筋がでかいので、静脈上に上げてってるんですよ。でも実際は、まあそれもあるんですけど、裏にもいろいろそういうのがあって、水圧システムっていうのがあるんですよ、足の裏に実際ね、はい。で、あのそこは多分鍼灸ではやらないと思うんですけど、重生でもそこまでは やるかな。そこのあの何でしたっけ、八王子の先生の時はやったかもしれないですけど、かかとの小骨はだいたい外が7度に行くんですよ。で、胸骨が内転するんですよ。はいはいはい。で、その動きをあのしてるんですけど、で、だいたい足を歩いた時に7歩目ぐらいから、はい、その水圧システムのタービンが動き始めて、静脈が上に上がるようになってるんですよ。そうなんですね、はい。で、やっぱどうしても人によってその扁平足、はい、ここの骨とかがあの落ちてしまったりとか、アーチがどうしても崩れてしまうと、さっき言った通りかかとが外側、胸骨が内側に行きづらくなるんですよ、はい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 。で、行きづらくなると要は足の裏のこのクッションが水圧が動かないので足がむくんでしまったりとか、ああ身に覚えがあります、はい、そういうふうに問題が起こりやすいっていうのが足裏の特徴なんですよ。でも大抵の足裏屋さんは、まあ大体反射区をやっていくっていう感じなんですよ。でもここではそういった足の形、はい、作り、もっと細かく言うんであれば、はいはい、大体3本指をこの脛骨にグーってやってやると、胸骨、舟状骨、結状骨っていう骨に大体いくんですけど、そこに発生している筋肉だったりとかに問題が起こったりとかするので、そういったものをやっていくことで、はい、最終的には足の裏がふわふわになるよっていうのを作っていってるんですよ。そっか、だからさっきその、はい、どんな足裏ですかって言ったらふわふわになるって、はい、そういうところなんですね。そういうことなんですよ。しかもめっちゃ気持ちいいですね。だから単純にただ足裏の反射区をゴリゴリやって、痛い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 っていうのが、あのバラエティ向きではないんですよ。もうやろうと思ったらね、はい、できます。私ね、一回昔、はい、習った足つぼの先生が、はい、とにかく痛くするみたいな、はいはい、でそれはどうやってんのかなと思ったら、はい、そのなんか、なんだろう、骨とか角とか狙ったら痛いに決まってるじゃないですか、うん、ただのなんか急所探しみたいな。で要は、実際はだからそういう風なアーチと正常な状態に戻してあげるっていうのが一番大きいです、うん、なるほど、動きをね、はい、おで正常な状態に戻すことで、じゃあ次に何が起きるかっていうと、うん、やっぱりかかと重心でどんどんってやってたら腰に負担かかるし、で内側に荷重がかかってたら、やっぱそれだけ骨盤底筋群だったりとか、内転筋群から走って座骨神経だったりとか、まあこの専門用語言っちゃうとちょっとまた専門のあれになっちゃうからなんですけど、いやでもみんな勉強したいことだと思うので、そういう風になってしまうんですよ。
だただだからそこまで見て足裏やれる人ってまあそんなにいないんですよ、うんうん、そうですね。ただこれはあくまでもそういうふうにちょっと今動画用に説明してるんですけど、うん、実際はそこまでのレベルは必要ないんですよ。うん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 、要は足の裏がこういう形になって動きが良くなれば、はいはい、それこそ僕じゃなくても他のいろんな人たちにできることじゃないですか、うん、そうですね。特別なことではないので、その辺はなんかある程度感性というかね、センスでもいけますね。はい、うん、なので別にそのやり始めて、うん、まあ足触ったことないんですよっていうんで、うん、人でもちゃんとしたその足の形っていうのが分かっていれば、うん、別にそこに何があるかっていうのを関係なく施術はできるので、うん、足って施術する側からして、はいはい、私のうちのスタッフさんとかもそうなんですけど、はい、痛い、やばい、そこやばい。腕です。あとおっぱい。いやー、通りで調子悪いと思った。痛い。おっぱいの部分ですね。やばい。あ、腕で飛んだ。で、なんかその、はい、足の施術にはまる人って結構奉仕したい人って多いじゃないですか。はい、奉仕系セラピストじゃないけど。私ももう本当に足の施術やるの大好きで、最初にハマったのが足、うん、だから施術始めて何年って方は、うん、なんかそうぜひ一回足にハマって見るといいですよね。本当にいいと思います、うん、足極めるって言ったらあれだけど、うん、本当に楽しい。すごく深くて、うん、歴史を紐解いても面白かったりするわけですよ。あ、なるほど。それこそだからさっきも話したと思うんですけど、タイのその涅槃像の足の裏にはいろんなその仏様が描かれてたりとか、うん、はいはい、僕の記憶だと、うん、奈良かどっかのポックリ寺っていうお寺があって、奈良にもあるんですね、ポックリ寺。埼玉にもあるって聞いて。あ、本当ですか、うん、そこで売られてる金ホルダーも、うん、心臓の反射区のところに仏様がいたりとかですね、そういう足裏の金ホルダーが今売ってるかどうかわかんないですけど、うん、そういうのが売ってたりするんですよ。だから少なくともそういった歴史がものすごく何かしらをこう伝えて後世に残して伝わって今いるっていう状態なので、結局都市療法家の人たちの研究の場って日本って乏しいじゃないですか、もしくはないと言っても過言ではないんですよ、研究の。だからやっぱエビデンスが、その都市療法においてはエビデンスがないっていうのはまあそこにもあると思うんですけど、でも難しくないですか、うん、研究って。学生の時に私やったことかもしれないけど、うん、チーム組んでやったんですけど、うん、その同じ力でこういうその実験自体がもう成り立たない、うん、そう、まさに、そう、はい、全部同じ条件にすることが不可能に近い。不可能なんですよね、うん、だからやっぱ分かる部分と見えてる部分と解剖生理学をしっかり覚えておくと良かったりする部分と、うん、もう本当に今解剖超迷子です。本当なんでですか。なんか私、はい、輪相とか超好きなんですよ。はい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 、なんか変なんですよね、多分興味持つところが。でもだから見た目とか、はい、これはこういうとか、はい、それが何なのか意味分かんなくても覚えるの好きなんですよ。はいはい、なんかね地図とか読めないんですよ。はい、解剖って地図じゃないですか。地図です。めっちゃ苦手なんですよね。生理学は物語なので、うん、あ、そう、生理は好き、うん、まだでも難しいけど、ストーリー性を重視できる、うん、もう解剖はもう本当に筋トレと一緒です。あー、そっか、はい、いやもう頑張ろうだってもうだって次ですもん。やばい、もうあと何ヶ月ですよ、国家試験。やばい。ただ僕毎回その足の裏を生徒さんに教えるときに、はいはいはい、あの足裏の反射区もその体の臓器全部覚えなくちゃいけなかったりとかするじゃないですか。そうか。で、あの表を見て覚えると難しいんですけど、うん、でも答えはもう目の前にあるんですよ。だってこうやって照らし合わせれば、はいはい、ここに頭あるし、ね、ここに甲状腺あったり、うん、胃があったり、うんうん、心臓があったり、はいはい、もうそのままそこを見れば誰でも分かることじゃないですか、うん、心臓どこにあるかって。だ多分、まあ、赤ちゃんは別としても、うん、大抵子供でも分かる話なんですよ。だから基本的に答えは目の前にあるんです。そっか、分かりました、はい、心して覚えるそう、解剖に関しては答えは目の前、なるほど、はい、なんか
随分私冷たかったと思うんですけど、なんかだんだん血なのか何かが巡ってきた感じがします。基本なんかやったらちょっと散らして、またやったら散らすってことをすると、うんうんうん、さっきの水圧システムのスポンジのところに、うんうん、放火層って言って蜂の巣みたいなのがあるんですよ、うんうんうん、でそこに毛細血管が張り巡らされてて、うん、で基本的に毛細血管って閉じたり、うん、血流循環良くなったりするわけですよね、うんうんうん、だからあんまりこう血の巡りが悪い人は美味しいけど霜降り状態になるわけですよ、うんうん、真っ赤っかにならないで、はい、でもこうやって潰して流して、うん、潰して流してっていうと、この隅々までに血が巡るんですよ、うん、おいやでもやっぱこの、はい、さりげなく今やってらっしゃる、でも動画でも分かると思うんですけど、はい、なんていうのかな、体のこの使い方がやっぱすごい素晴らしいですね、うん、であんまりだからもうそんなに大変なことじゃないんですよ、でもだから、うん、でもその中に今みたいにちょっとこうなんかねじるような動きというか、はいはい、ただまっすぐやってるんじゃないというか、はい、うん、それはすごい、で誰でもできること、あすごい誰でも夢が持てますね、誰そう誰でも本当に難しいことはないんですよ、うん、本当に、うん、そうするとだんだんこう血流良くなって循環良くなれば、うん、はい、細胞の隅々までに栄養と酸素をお渡しして、うん、でまたいらなくなったものを持って、うん、上に持って帰れるっていう状態が足の隅々まで伝わって、なおかつアーチを今こうやって作り上げてるので、うんうん、まあアーチは完全復活しないとも、まあサポートはできるかなっていう、うんうん、動きは良くなるかなっていうのが、はい、大事ですね。痛い。だいぶマシになってきてます、脇腹のところです。そう、そこやばいですよね。やった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 。腕と脇。あ、やばいやばい。痛い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 。おっぱいのところです。調子悪いと思ったんですよ。調子ってなんだよみたいな。私昔、はいはい、ドイツ式のビールみたいなのも勉強行ったことあって、はいはいはい、そうだからなんかああいうタッタッタッと、まあ、原理もあるんでしょうけど、感覚的な形的な、はい、なんかそういうのの整えるのやっぱね大事なんでしょうね、うん、私日曜日にちょうど外反母趾の、はい、そのまあなんだろう見立て方とかを、うん、その、うん、PT って理学療法士の先生がやってる勉強会に行かせていただいて、それでねちょうどその関節がこっちにこうなんか内旋したりこうやったりとか、うんうん、そんなのを教わってきたんですよ、で何度に動いてとかって、うん、面白いですよね足一つにとっても面白いんです。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。